近い。神さあ、居酒屋トークのお時間です。えって言とですね <laughs> で。いきなり何のコーナー味わったんだ。<laughs> いやー、居酒屋トークではあるんですけど。しばらく、あのー。居酒屋トークではないんですよね。まずは酒を、なんかも飲んでないんですか、ね。そうですね。私は今、うん、紅茶に。 レモンと蜂蜜入れたものを飲んでおります。そうっすよね。だから、酒をさ、なんかあの、家で飲まなくなると、なんか言い方が合ってるかどうかわかんないけど、OL さんみたいなものを目の見し出すっていう、なんかそういうことだなってことには気づきました、ね。いや、私のとは結局このお菓子を結局で、ね、食べちゃったんですよ、これ。イカ天、イカ天アサリバター。私のあの、キットカットが、 それ,それさ、どうやって開けたのそれ。<laughs> どんな開け方したの結構ワイルドの開け方してますね、はい。こういうところは OL っぽくないんですけれど。さこの間も札幌行った時も結局、大腸ポリープ切除後で、まともに食べれなかったん食べ飲みできなくて。なんかあの 商店街のなんか喫茶店に、うん、ソフトクリームを食べましたからね。ねや,っぱやっぱりそう、お酒を飲まないにしても、なんらかの嗜好品みたいなさ取りたくなるもんやなと思いました。この間あれだよね結局何最終日に ジンギスカンクッタ以外は、あんまりサウナにも行かずそうですね、なんかサウナ入れるホテルにしたんですけど、結局一回も入れなかったですからね、そのサウナめちゃくちゃ残念でしたね、本当に。いや、い1週間はなんかあの血流が上がるようなことできなかったんですよ、結局。だから長湯だめだし、サウナだめだし。 で、なんかもう食事も、ちょっとずつなんかあの消化に良さそうなものから始めてくださいって,って<え>寿司ダメでしょ、絶対。生物もなんかあの、炎症反応起こる可能性あるからっていうね、うんダ,ダメだったし。スープカレー、スパイスじゃないですか。そうだね。で、ラム肉、絶対消化に悪いでしょ。<laughs> だし、まあお酒もね、あの、一番、あの、血流が良くなるものですから、お酒飲めないし。 何食ってたのさ岩野さんの目のメール前でと思いますけど、豆腐ね。豆腐と、まああとや焼き魚とかも今食べてない。ああ、まあ火が通ってるからねからそう。火通ってるもので、なんか北海道っぽいもの何かなって考えて、魚食べてる、ちょっとあれ食いましたね。ホタテ結構食ってました、ね。ああ、焼いてるから焼いて焼いてるやつ。あ とあとまあ煮卵とか、<laughs> なんかそんな食べて、結局、札幌、その中の、ポリープ切除した後から、札幌帰るまでで、7キロやってましたからね、結その期間で。その7キロは何なんなの、普段が食べ過ぎてるのか、それとも明らかに食えない絶食に近いのか、どっちなんだろうね。 でもほぼ絶食は2日ぐらいしてましたけどね。ああ、そうか。まあまあた、食べてもよかったんですけど、ね、なんかお粥とかあんま食べたくねえなと思って。ああ、あってない、そばとかそばもあれ結局繊維質だからあんまダメなんですよね。ああ野菜野菜が食えなくて意外と。じゃあこれ本当に魚介を焼くしかないじゃん。そうだったんですよね。あとはちょっと串取りに行った時はは、さみ焼きをひたすら食ったんですよ。 ささみのやつは大,大丈夫らしいで、ささみ5本か、食べましたから。一回さ、病院で何だったら食っていいよって言われたのかさ、気になるんだけど。いや、別に食べてもよかったんですよ、正確に言うと。<ー>ただ、なんかあの、なんだ、レバーみたいな色の、なんかあの、便止まってなくてあ<ー>血、血が出てたんですよね、ずっと。うん それ、止まるまではちょっと落ち着いたものを食べた方がいいなって自己判断もありますけどね。まあ、怖いよな。うん。そんな体から出てきたらさ。いや、そうそうっす。だから、まあ、ちょっとあんまり食べれずにいたらこういう状態になるえ、今はもういいのあ今はもう大丈夫です。あの、多分地元待って普通に。う一、ん、週間以上経過したので。体重も戻ったの 体重は、だからその、そのままですね、結ねあ、ま、今、良かったんじゃないそしたら。うん。まあ、酒飲んでないも多分あると思うけど。ああー、そうか。うん。それが原因かはちょっと分かりかねますね。様々なことが当時に起こってるか,なあから。うーだその、<laughs> いっぺんに来たね。うん。いや、本当に君、10月はいろいろいっぺんに来たよね。ペーペーいっぺん来ましたね、本当に。 学会のさ、本部にずっといるとかさ。学会の本部にも受けました、ね、けど、ね、一1日半本部も持ってましたまあとはね、あまあでもオフラインイベントあったか。そうですね、オフラインイベントもやり。あとあタオル販売、ちゃんとこあのきちきちやってますよ、私も。そうですね。タオルは、あの、 順調に買っていただいてありがとうございます。ね、すあの、領収書も作成してインボイス対応のやつ送ってますから。岩 <laughs> 野さんやっぱそういうところが重要だから、インボイスに対応できたか。なんかそういうね、こまごました仕事ね、俺、するからね。そういうの喜びを感じるタイプですよね。ろ喜びっていうかな、かすっきりしないんだよね、そういうやんないとね。うん。まあ、そういう脅迫的なとこあるからさ。 でもやってスッキリするところに強固されてる感じ、ね、岩野さんはおそらく。そうだね、うん。きっちりやるとかって好きだからな。そうきっちりやれないともうね、なんかゾ,ゾワゾワするからね。うんうん、ら岩野さんが納得してきっちりすると思ってるだけでは、正確にきっちりやってるわけではないっていうのが、岩野さんに <laughs> 味噌ではあるけど。そうだね。 あくまで俺がきっちりしてると思えばいいっていうね。そうそう。ある点ではきっちりしてるけど、全然違うところは完全にすっぽ抜けてるとかっていうのがよくあるから。そう <laughs> 触れ幅がさ、こうね、あるのよ、わしゃ。そうですね。触れ幅の男ですよね、そうですよ。ねえ。しかも自分は思ってない方に触れてますから。そうなんですよ。最近はでもあれですか、なんかきっちりやろうとしてることとか、なんか、あれですか、ヨンさんは。 最近かいまあ、とりあえずはあれか。そのタオルの、なんだ、えー、申し込みと確認と郵送と、その後の、はい、送りましたメールの一連のやつはきっちりやってる。おお、それはでもきっちりやってくれてますよ。<laughs> うん。あと、ああ、そうか、きっちりやってるといえばですね、ちょっと寒いんですよ、ここ。 うん、あ、あそうですよね、うん。というわけで、今あの、なんだ、窓を、その、なんていうの、ガラスから換気が入ってこないように、ビニールを貼り付けて、二重窓にするっていう DIY をきっちりやろうとしております <laughs> びっちり換気を登山すると。そうそうそう。 トイレのやつやったらさ、ガラスに引っかかってさ、もう今治ったんだけどさ、この指のあたりのさ、傷とか,とか。やそれは、やっぱそうですね。ぐっちゃぐちゃになっちゃったからね。でも岩野さんちのトイレさ、あの、異常に寒いですよ、ね、<laughs> なんか、ん私さ、あの、トイレ、公園の公衆トイレより岩野さんちのトイレの方が寒いと思いますね。あれ、隙間が入ってたんだよ。うん、あ,あ、そうなんだ。 だからさ、それを全部さ、粘りしてさ、で、発泡スチロールとかさ、ああいうので、なんとかしてさ、隙間テープ貼ってさ。そうなんだ。うん。一応これで、あとはオイルヒーター入れりゃ大丈夫かなっていうふうにはした。うん。そうっすよね。なんか、今金にある親戚んちのトイレか、岩野さんちのトイレか、どっちかっすね。寒い。 今金にある君の親戚の家は知らないけど、多分すっげぇ寒いんだろうなと思う。寒い、寒いですよね。2分の1です寒い場所。そうか。うん実家よりも寒くなかったからさ、それで生きてきたけど。いやしゃ、さんと実家もっと寒いだと思いす。あそこ俺よく住んでたなと思うもんねお。いや、なんか遊びに行きたいけど、うん、あ夏にしな。夏の方がいいか。 冬は行ったとてっていうね。ああ、そうっすね。行ったとって、なんかやりたいですけどあ、まあ、それこそはね、<あ>カニの、カニ祭っていうイベントは、その時にね、一緒に行こうか、今度。そうっすね。あと、その頃まで岩野さんテントサウナ買っといてもす、ねうん、なんか、その辺の、人の湖回って、テントサウナしながら、ちょっと、運動したいですけど、ね、<laughs> それはそれで面白そうだな。 うん。テントサウナだったら別にどこでも撮影できるから。うん。やっぱそうだけど。あと、薪か。あ俺の車に乗るかな。いや、乗る、乗るでしょ、さすがに。どんだけの薪もポッとして,るてい。いや、そのさ、モルジュとかと一緒に持ってったらさ、結構スペースないからさ。あれもテントサウナ結構コンパクトになるでしょ、あれ。あ、本当、うん。そうか。 大丈夫だと思うけど、ね、そっか、テントサウナーの旅もできたら、夏場は面白そうっすね。そうだね。うんああ。春秋もいいけどね。そうっすね。あと、岩野さんのなんか、テントじゃない、キャンプに行った動画、今、あの編集してましたけど。あ、ありがとう。なんか、その辺のところもなんか、なんだっけ。アバントで飛び込めるんですもんね、あそうっす。えっ、ー、とね、く タリーレイクパークパだっけ、うん、すごい、いいとこだったよ。今田さん、なんか、あの、行った後、まだちょっと最後まで僕見てないですけど、うん、いや、キャンプは俺に合わなかったわ、みたいなこと言ってたけど、うん、あの動画見る限り、めちゃくちゃ楽しそうだったけど、この口がなんか入ってく、それをいやー、キャンプはって言ってるのか、私には理解できなかったってないんですけど、今の もう一回ぐらい行ってみないとダメか。あれな、楽しくなかったのあれは。やっ、まあ、楽しかったけど、まあ別にキャンプじゃなくてもいいかなって思っちゃったからさ。でもさ、ほとんどの物事ってそうじゃないですか、だって。本読んでるの楽しいけど、まあ映画でもいいかなみたいなことですよね、基その言ってること。ああ<ー>。でもなんか趣味ってそんなもんじゃない基本的に。 そうかいやなんか圧倒的なドパミン出るって一生、岩野さんは求めてる可能性はあるなと思いましたけどね、なんかそのやろうと思って、対してああ、そうなのかもね。もししねでもキャ、キャンプで岩野さんの,あの楽しそうな感じとか、いや、本当にごさん食べるのうまいねとか言って見るとさ、<laughs> あれ本当にうまいと思ってっぽいから、ずいぶん楽しそうにはしてるなと思いましたけど、ね。うん でも帰ってきたらさ、カンプはね、みたいなこと言ってるから、な、なんなんだろうと思いましたけどね、その動画見てて。いや、さぞかし楽しくなったそうにしてんだろうなと思ったからさ、なんか、いンプ、なんかそんなでもない,ないかな、みたいなこと言ってたから。だから、多分なんか趣味とか楽しいっていうふうに思うことに対しての一致が高すぎる可能性はなんか、ヒロさんにはあるんだな。 ちょっと思いましたけど、ね、ああそうなのかな、そうなのかも、ねの。でも普段なんかゆるかれちょっとするって多分、なんかキャンプぐらいなもんじゃないですか,、ね、ん,かうん。あんだけ楽しそうにしてたらあれで十分な気するけど。だから友達が一緒だったら楽しかったけど、うんうん、1>, 1人で行くかって言うと、うん、微妙だなと思った。まあだからみんなでご飯炊飯して、テント立てて、話してみたいなのが楽しかったんですよ、ね、あ、それが楽しかった。うん だからその機能を考えると、キャンプじゃなくてもいいなと思っちゃったんですよ多分今のさ。そうだ。なキャンプのね、独自成分をね、あまり感じ取れなかったっていうか。うんだからまあ飲み会でいいよね。そう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 。<laughs> 誰かと話して、美味しいご飯食べて、酒飲んでだったから、まあ近くの居酒屋でいいじゃん。そうそう,そう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 。でもなんかそのキャンプ行く人たちがキャンプが楽しいって言ってくれたら、一緒にキャンプ行ったらいいじゃんとも思いますけど、ね。ああ、まあそれはね。うん。 そのためにギアがあったりするのはね、ありがたいから。うん、そうっすね。で、なんかあの、キャンプ動画の感想を感、感想として思いましたけど、ね。あとね、キャンプギア危ないね。ハマるハマりそうだわ、あれ。コレクター系だからね、今のさん確かに。ああ、なんとかミニマリストになろうとしてる俺からしたらね、ちょっと、こう、すっごい後ろ髪を引かれるね。うん。 まあでも、キャンプ用品はね、災害対策にもなるからって結局、それはほぼ損はない,ないものだと思うけどな。うん、特にそのねその火を使って調理ができるって重要だから、うん、そういう面ではあの実益のある趣味だと思うから。思うけど、だから僕の友達もキャンプめっちゃ好きで北海道住んでたんですけど、うん、停電したじゃないですか、北海道前に。うん 一瞬でキャンプ場行っていつも通りに生活しましたからね。車にもうキャンプ道具全部積んであるから、いいね、よし行くぞって言って家、家よりもキャンプ場の方がなんか機能的だって言って,言って、そのまま何日間か過ごして帰ってきたみたいですけど、全然終わったら。すごいな。いや、それがね、いいね。うん、まあ,あの、趣味と生活も兼ねてるから、なんか別に。 ねあの、それのために移動してみたいな感じで時間も潰せるから、なんかまあちょうど良さそうっすけどね。うん、そうね。岩の流ゆるプかには。うん、だ完全にないっていうよりは、ちょっとその、まあ、もう少し調べてって感じかな。な、何調べ、さらに。だらもう一回ぐらいどっかに行ってもいいかなと思うけど。ああ、そうっすね。うん まあ、確かに岩野さんの言う通り、不便を楽しむっていう意味では、岩野さんちだいぶ不便だから。うん、だってこ、<laughs> この間までお湯出なかったからね。うん、あ,あえて楽しむ気もちはないし、ね。うん、不便は別に楽しくないよっていう。いつもだからさ。この間までお湯出なかった。こやばいっすよね。うん、まあ、でも、生きていけるからさ。いや、だからそれで言うとさ、すべての事情がそうなるかもしれ ガスコンロなくて火になくて料理できなくても、でも生きていけるよっていう話だから、ね、うん。でもそれで今野さんはいいんだったら、まあ多分どこ行ってもそうなんだろうなと思うから、じゃあ家なくていいんじゃねっていう話とか今なっていくわけです <laughs> いや、家、まあでも安全で、吹き刺しじゃなかったらなんとかなるか。うん。思いそうだけど、ね、今の。野さうん。そうだな。 それをノマドというのか、うん、それともな、なんか、何て言うんですか、その,の,の、ガードレール下に段ボールで止まってる人たちなのかわかんないけどさ。そうすっすまあでも、今のさん、職場と家は分かれてないとダメだからそこが難しいっすよね。そうだね。だからなかオフィスはめっちゃいい中、高層ビルの45階のオフィスで。 家はその辺の軒下みたいな。<laughs> そういう生活もあり得るのかもしれないけど、そう考えると。家、軒下はやめようで。でも雨風はしのげますかまあ、それだったらオフィスに泊まるよね。確かに。オフィスの一角に段ボールを立ててさ、<laughs> そ,<か>そこの中で入って眠るよね。<laughs> そっか、今も家と家連結してるかっていうのもちょっと。あでもちゃんとね、あのパーテーション仕切ってるからさ。 うん、うん、あの<や>心理的距離を感じてるけどさだからオフィスの一角に段ボールでも少しっているから大丈夫ってそうそうそう,そう段ボールがあれば大丈夫 <laughs> オフィスじゃなくてもいいのかってなりそうだねそうなるそのうちあのポチの小屋みたいなところに俺いるかもしれないこうやって「<laughs> すぐる」って書いてる「小屋」いそう。 うちのベランダには置く場所一応あるんで、なんか困ったら、検討してください。そうだね。雨が降った時は、中に入れてワンって感じだよ。